FX の仕込みですね。 FX の仕込み、まずこれ見てみましょうか。こういう時のシグナル、こういうとこのここら辺にね、打ってここを設ける、ここ打ってここを設ける。でこれ今いい時期なんですね。これこの時に打てばいいかもしれないんですけどね、そういう状況ですね。この上だったら、ここにいたらね、ちょっと投資したいなって感じですね。2番目、これ落っこってんですね。これがなくてここだったらどうかな、どっちがいいのか。このまま打つ時期ですね。じゃあこれだけの日にちですね。どうすかな。これもうすぐ打つ時期だけど、これまだ下がる可能性あるんですね。これはどうでしょうか。こっちが上がっていったのと下がっていくと、この跳ね上がりしちゃうんですね。この辺まで上がったらいい感じですけどね。どうか、これはいい感じですね。そろそろ打つべきですね。これはいいですよ。いくらか打っておきましょうか。セールね。ないですね。しょうがない。これでいきましょう。ワンクイックでね。してるんだから、これセールね。入りましたね。でここでね、ストップリミットを設定していきましょう。で500500、ね、こんな感じだな、幅がね。これ、セールも間違ってないね。両弦に当たってね、下がるんじゃないかっていう感じで、他には
ことも言ってるね、これね。これまだ終わりそうな感じですね。これは行くんじゃないかな。これは上がりそうな感じですかね。まだ下がるかな、これね。痛いところですよね。これズバーってこのぐらいの利益ですね。ズバーってこのぐらいの利益ってことです。これが下がりそうな感じですけどね。ねえ、これ下がりそうね。一発打っとくかな、これな。これ座れる、ね、で、これをやったらストップ。これでいいんですよね。わかんないね。これがいい線かな。上だからね。まだ上だけども下がってきちゃった。こんな感じですね。あ、これは出てきたのか。うん。あ、こうやってちょっと下がって上がりそうだな。いいですね。そうですね。1、2、3、4、5。26からですね。これはこうですよ。このストップとリミット調整ですね。これは位置的にいいでしょう。で、こんぐらい下がりそうだね。
とコブメモリちょっとね、どうかな。これは上がって下がってるから、ここ。この線だね。この線で、がいっぱいでしょ。ね。この上の線が一番正確なんだけど。ね。安排的にはこんな感じかな。ね。安排的な感じではこんな感じです。で、こっち側は、これもね、こんな感じですね。この線考えみたい150ぐらいだと思うね。いくつくらいかこんな感じでしょうね。違いとしてはね、こんな感じで開かないな。入っとこないんだね。これなくなっちゃったのね。あ、これないんだね。そうだからな。こう同じぐらいの線で見つかったのかな。こういくつぐらいになった。同じぐらいの幅にしてるでしょ。ね、同じぐらいの幅にしとくんですね。これとこないと、これもね、同じぐらいの幅にしとかないとね。
ていうのが、あ、これか。アップだったところが、こんな感じで、ね、同じで勝負しないと分かりづらいんでね、うん、同じで勝負できるかですよね。これもね、150、150ぐらいでしょ。ね。打てないからしょうがない、取られたらね。稼ぐのは同じ、持てるのは同じ。ね。どうでもないからね。そうですね。顔切ってて、ね。この辺取ってきましょう。出てもないから。これ1対1でできないぐらいだったら投資をやめましょうと。これ下がりそうだよというね。
そういうのだけだから1対1なんですね。一対一もう一個なかったっけ、しちゃったかしら。あ、これね。これもですよね。ね。これも近いとこなんだけどね、もう少し。落ちそうですね。よし、落ちてるか。よし、落ちる。Mm-hmm.